平山明道は、日本の医学者、脳神経外科医。兵庫県辰野市出身。兵庫県辰野市立辰野小学校卒業。姫路の純真学院中学校、高等学校卒業。日本大学医学部、大学院医学研究科卒業。日本大学医学部脳神経外科学系神経、外科学分野教授。機能的脳神経外科。 脳血管疾患、神経外傷、臨床神経整理を専門とする。機能的脳外科疾患の領域においては、小坪川隆教授、片山陽一教授らとともに、不随意運動や、難治性疼痛に対する脳深部刺激療法や、難治性疼痛に対する運動量や刺激療法の開発、臨床応用に携わった。トロント大学脳神経外科勤務時は、 R.R. タスカー教授、J.O. ダストロウフスキー教授、カレン・デービス教授、エフレンツ教授と共に、不随意運動や、難治性疼痛に対する脳深部刺激療法や、脊髄刺激療法の臨床応用に携わった。明治症候群、顔面痙攣、顔腱痙攣、形成者系などの統計部領域の難治性不随意運動症や上司、下肢の軽粛の治療も、 大島秀樹淳教授とともに、積極的行っている。脳血管疾患の領域では、片山陽一教授、古加納津根尾淳教授、大島秀樹淳教授らとともに、脳動静脈規形、巨大脳動脈瘤、首動脈狭窄、もやもや病などに対するマイクロサージェリー及び、血管内手術の開発、臨床応用に従事した。トロント大学脳神経外科勤務時は、 W. ローヒード教授とともに、首動脈狭窄、脳動脈瘤などの血管疾患の治療と、末梢神経公薬疾患に取り組んだ。脳腫瘍の領域及び、臨床神経整理の領域では、小坪川隆教授、片山陽一教授らとともに、運動誘発デニー、調整脳管誘発デニー、感覚誘発デニー、覚醒化手術などの開発、臨床応用に携わった。 より安全な脳腫瘍の回答的出実を確立した。現在、吉野敦史著教授、史上勝林助教らとともに、電気神経生理学的、モニタリングを利用して、積極的に頭蓋底手術を行っている。神経外症の領域では、平成3年からの日本大学医学部附属板橋、病院救命センター時代に、林茂之教授、片山陽一教授とともに、 脳低温療法や経蒸脈キューブ酸素法などの開発、臨床応用に携わった。平成15年からは、秋元義明教授、小宮正道教授、金田隆教授、田中茂雄専任講師とともに、顔面外傷の治療や、高校内がんに対する超選択的抗がん剤道中療法の開発、及び臨床応用にも携わっている。最近では、 日本大学松戸市学部神経主科の成田則之、客員教授とともに、後部児スキネジア、苦絶児スキネジアなどの統計部領域の難治性、不随意運動症や難治性顔面痛の治療に取り組んでいる。また、日本大学松戸市学部辻本康久教授とは、科領域の治療に対して、積極的に顕微鏡の導入に取り組んで、成果を上げている。 博士論文書誌データベース、ありがとうございます。